凍ったシェイクダウンですね。そんな遅いんですか、もうムカついてきたな。あかん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 、まかんです。どこまで行けるかチャレンジしていきます。早速49秒で出てる。はい、どうもこんばんにちは、トロです。こんにちは、レーシングドライバーの徳松です。通称トックでございます。よろしくお願いします。と、はい、いうことで徳松さんがいるってことは皆さんお分かりだと思うんですけど、凍ったシェイクダウンですね。まだシートも作ってないんですけど、ちょっと遅いですね、ペースが。メーターもつけてないんで、とりあえずこいつを凍ったで徳松さんが走っていただいて指標タイム、はい、基準タイムを今日出したいんですね。もう1台あるんで、クォーターサーキューさんと絡めて走行会とか練習とかやれる機会作りますので、そのタイム目指してこれ走っていただくと。だいたい何秒ぐらい出そうですか。僕の予想では49秒。49秒、8秒入らないんじゃないかな。これそんな遅いんですか。50秒切るか切らんかだと思います。徳松さんで、はい、これまだ2022年の旧スペックタイヤなんで、多分そこまでグリップしないと思うんで。あ、なるほど。多分そのぐらいがいいとこじゃないかなと。ってことは僕遅いっすね。俺が走ったらめっちゃ遅いわ。52秒とか1秒とかじゃない。どうでしょうか。徳松さん僕の運転見たことないと思うんで。見たことないですね。はい、こいつダメやんみたいな風になったら言ってくださいね。辛口でやらせていただきます。辛口で、はい、言うても徳松さん凍った10年走ってますよね。あ、もうおかげさまで10年。高校生の頃から走らせて。僕1ヶ月っすよ。1ヶ月。サーキットデビューしてまだ1ヶ月なのに、はい、そんな辛口で言われたら傷つきますけどね。気にせずやらせていただきます。はい、ってことで早速走らせましょうか。じゃあ最初徳松さん、じゃあ担当させていただいて基準タイムを出してですね、それにどこまで食らいついていかれるか。ムカついてきたな。見ていきましょうか。上から来るな。むしろ僕の抜いちゃうかもしれませんからね。そんなことあります。むしろ抜いてもらいましょう。抜けたらやばいですよね。抜けたらチャンピオン称号渡します。じゃあちょっと行きましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。トクマスポジション完了です。これでいきましょう。じゃあ油入れないと。油入れない、動かないですか、はい、車。ガソリンスタンドの早クリーンでいいですよね、はい、あ、入っちゃう入っちゃう、油に入っちゃう。虫が、虫が危ない。俺のことですか。今虫が完璧なんか。いや虫がふわーってなってたんですよ今。虫じゃないの叩いてました今。注入。あ、可愛いですね、二人で気流って。都合の悪いこと聞こえない耳になってるんで。いや心配なんです。もうひっくり返しそうじゃないですか。ほら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 、もうだからもうそういうことなんです。徳松さんだからダメなんですよ。あかん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 、まかんです。ちゃんちゃんって結構入ってる。溢れてます。溢れました。ウエスがないですか。ウエスもらってきます。臭い。あ、いい匂い。時刻はいい匂いだね、ガソリンの。はい、ということで師匠の方にね、まず乗ってもらいたいと思います。師匠、はい、はい、お願いします。目標タイムは、50秒切り。50秒切るか切らんか。クソタイヤらしいんで、クソタイヤ、旧タイヤ。旧タイヤですね。なるタイムが出ないということですね、はいはい、やらせていただきます、はい。初めてですね。どこまで行けるかチャレンジしていきます。早速49秒で出てる。何やつとダウンもんですか。何やつが、はい、1.7 上げます。上げたいですね。2でいいですか。まあとりあえず2でいきましょう。ヒント早いですね。Bコース僕の想像以上にタイム出てます。すっごい忙しい。忙しいだって。運転操作忙しすぎて。初めての終わりで上手いですね。それは3年連続チャンピオンです。あ、初めてでした。初めてかと思った。OK です。
多分無気になってるから、何としてでも46秒で出したいらしい。伝わるこの意思が、 T の意思が今が47秒19。あれださ、いかがでした？思ってたより早いですね、このマシンが。僕がこのマシンちゃうんかい。僕が早いっすね。思ってたより僕が早い。でこいつはどうなんですか、このこいつは。こいつも走る、曲がる、止まるバッチリです。それ普通の車ぐらいっすね。40秒台出るか出ないかとか言ってたのに全然大幅に超えてますね。で46秒台出そうとしましたよね。そうですね、最後まで行こうとしてたんですけどなかなか息切れず、はい、基準タイム出しに行きましたね。絶対電子けど一つ言えることは、シートは作った方がいいですね。体が振られて振られて、もう忙しいです。そんな本気のあれじゃないの、今日試運転なんで。次ちょっと僕乗りたい感じなんで、ぜひとも行ってみましょう。気をつけないといけないのは、A コーナー曲がって8番ポストに行く時の2から3に上げる時に1に入れないように気をつけてくださいね。あそこ曲がりながらアップするんで入りづらい時あります。でも徳松さんが言ってること全部基本的なことしか教えてくれないので、もうそれとすっ飛ばしです。もっとなんかブレーキのなんかとか言ってください。そういうのはもういいです。いいんですか、はい、じゃあもう何も言いません。違う。まあなんとかなるだろう。センスも抜群なんで大丈夫です。見たことないじゃないですか。あれはシムで一回ビータ出しただけにスピンしとっただけじゃないですか。シムシムで一緒になりましたよね、はい、スピンしとっただけじゃないですか。あれ優秀スピン、あれを見て、はい、センスあるなと思ってスピンしてる、はい、スピンセンスが、センスがまたバカにして、今日も今日もスピン見れるかなと思って楽しい。いやいや、スピン実写性ですよ。もうだってこうたり僕スピン1回しかないですからね。じゃあ今日2回目ですね。シェイクダウンですけど、タイム狙ってもらいましょうか。もうそうっすね。やっぱり50秒切るかじゃないですか。48秒入ったら拍手ですよ、ね、48秒入ったら拍手、拍手です。でサーキット歴1ヶ月ですよ。じゃあ危ないよ。はいじゃあ危ない。はい、もう1分前です。もう初めてすぎて頭真っ白になってるんじゃないですかね。本番にやっぱ強い。あ、強いですか。めちゃめちゃ強い。あ、そうなんですか。で結構意外とタイムつけてます。あら。でなんか48秒とかなんか出しそうな気するんですよ。本当ですか。19とかこの50秒は切れると思う。いや50秒は切ってほしいですね。ちょっとペース上げてきましたよ、いきなり。いや、多分入れてくるつもりでまあまあペース上げてきましたよ、今。8ですね。まあサクッと50秒切りですね。早いですよ。僕が50秒切るぐらいですよっていうところまで来ましたもんね。入ってきます。どうですか。お疲れ様です。お
疲れ様でした。これね、初心者だから落ちる罠があるわ。もうまずヒールって全然できないからシフトロックしまくり。あとはまあ変わんないですね。あと変わんないですよ、普通の車です。あとはまあ横を触れますけど、まあ、それは慣れの問題なんで別に僕は何ともなかったですけど、あと踏み替え、こう踏んで踏むんですけどレスポンス悪いんで、自分が思ってる以上に踏めてないっていう最初の初期タッチですよ。なるほど。テンポ遅れちゃう、はい、っていうのぐらいですかね。ただ48秒で秒で出ますね。これ出ます出ます、はい、全然出ますよ、うん、なんでこれ初めて乗っておっしゃってること分かりました。分かりましたなんか不具合への対応力とか、はい、総合的な判断でそういうことですよね。そうですそうです。まあでもスピンしませんね。そうそうそうですね、はい、スピード行きもスピード行きでしたね。いやこれ女の子乗るって思ったら難しいっすよ。これ難しいですかね、初見は。けどそれをやりたいって女の子ですから頑張ってもらわないといけないですよね。でもこれね、グレード49秒2、はい、50秒切りましたんで48秒で行けたらよかったですね。あれもうあと10周ぐらいだったらいける、多分。いや全然いけると思います、はい、これで本当50秒切り始めたぐらいを目安に富士に行こうかって話ができそうですよ ね。50秒切らない方がいたら多分危ないですね。適当に走っても多分50切れると思うんです。これだって僕今むちゃくちゃだったですよね。いや僕は基準50だなと思いました、このタイヤのスペックで。ってことで徳松さんが47秒2、僕が49秒2 2秒ええ、チャンピオンですか。チャンピオンですもん。でも2秒しか離れてないですからね。その2秒が遠いんですよ。遠いですか。コータの2秒って50切ってから結構じゃないですか。まあ結構ですね。ちょっと頑張って練習します。僕もお付き合いしますね。こんなくだらん練習付き合ってるんですね。教えようがなくないですか。でもこれ教えようありますよ。あの GoPro つけたりカメラつけて走行終わった後に、はい、僕の動画と合わせて見比べたらすぐ分かります。あともうスペシャルな AIM をつけてもらったら、あ、そうですね、アクセルとブレーキの解度とかすぐ分かるんで教えようしかないです。なるほど。トモさんこの辺にこうやってここから顔出してればいいんじゃないですか。ここにスーパーマンみたいにこうやってやってじゃあライブで見れますか。ライブで見れます。後ろでもっといけって言います。今日はビーターをね試運転ということでした。乗れる機会皆さんに作りますんで僕もお手伝いします。あ、お願いします。ちなみに僕サーキット歴ちょうど1ヶ月ぐらいで乗って49分に何ラップした。20ラップぐらいじゃないですか。20ラップしました。20分なんで1周がだいたい1分切ってるんで。あ、そうですね、20周ちょっとですね。20周ぐらいしてね、はい、出せれば僕より才能ありということで。はい、以上です。頑張っていきましょう。トモさんのね YouTube とかあるんで Twitter、Instagram ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。